続いては今日から始まる新コーナーです。タイトルはベタな富山の自撮り旅です。ベタにはひねりがないなどの意味があるんですが、このタイトルのベタとは富山の土定番のことです。県民がベタ褒めしている間違いない味やスポット、長崎出身の私がたまに自撮りしながらお伝えしていきます。私平桃江のベタな富山の自撮り旅、第1回の舞台は富山市元町のこちら南京千両本店です。それでは行ってきます。豚骨ラーメンで有名な南京千両本店です。大きなのれんが目印で、姉妹店は本店のお兄さんがエビ町で営んでいます。南京千両美味しいんですよね。こんにちは、お邪魔します。あ、店内は4人掛けのテーブル席が3つ、奥には小上がりが2つあって、そう、子供いると嬉しいんですよ。この赤いカウンター席の感じ、ザ・中華の貫禄があります。土日は開店前に行列ができる日もありますし、人気ですよね、平日もこのにぎわいです。お店は2代目の飯田さんご家族とスタッフ6人で切り盛りしています。一番人気はお客さんの8割が注文するワンタン麺、お店の代名詞的な鉄板メニューです。そうそう、これですよ。私九州出身で、あ、そうなんですか。だからやっぱりこれ見ると、地元の味、ただいまって気持ちになります。そうそう、九州はまだ濃いんです。本場のね、濃いと思います。あ、そうなんですか。だからこれは富山の人の口に合うように調整したんですね。スープ麺よりかなりあっさりしてますね。あっさりです。そうそう、名物のワンタン麺は豚骨ラーメン発祥の地、九州の福岡久留米市で屋台ラーメン西洋軒を営んでいた初代店主飯田耕作さんがふるさと富山に持ち帰り、富山県民の口に合うようにアレンジしました。コシがありますね。そうです。富山で豚骨ラーメンを提供したのはうちが最初だと先代からは聞いているんですが、最初はね、あのお客さんが食べて、なんちゅうラーメンかいって叱られましたけど、先代は研究を重ね、あえて煮込みすぎないことで豚骨から出る旨味やクリーミーさを引き出し、しつこいえぐみやくどさを消したのだそうです。最初は馴染みなかったですね。ここまで人気店になるまでにどうやって味を広めていったんですか。それね、みんなお客さんの口から口からね、口コミで。シューマイの皮を使うとワンタンのもちもち感が増すのだそうです。あ、そう、これが本当に美味しい。ドロッドロですね。そうです、中のこのひき肉ですか、かなりゴロゴロ感。焼き豚をみんな混ぜて作る上で一番大切にされてることって何ですか。やっぱ味を落とさんように、先代からの味を落とさんように今や毎日毎日が勉強です。長年の味は変えずに、変えたらダメなんですね。これ以上の味を変えれません。今日はごちそうさまでした。ありがとうございます。それでは写真撮ります。はい、チーズ。美味しいですよね。私はね、最後スープがちょっとピンクがかるぐらいに紅生姜を入れて食べるのがお気に入りです。そうなんですね。やってみてください。最後は写真撮るね、タラさんね、はい、パチッとね、毎回撮ります、はい、次回もお楽しみに。